リャックを見て河村さんに感動しました。議員がボランティアになれば職になりますか？河村さんが頑張ってほしいんですか？百田さんが足を引っ張ることって難しいと思いますか？僕は思わなかったですね。まあ、その議員がボランティアになれば汚職がどうして減るのかっていうのが、まあ、河村さんが説明してますけど、まあ、要するにその、家業になってしまって、まあ、年収じゃ、その中に、例えば立川市役所の、立川市議会議員でも年収1000万円とかになると思うんですけど、で、そうするとやっぱりその、1000万円もらってるから、そのポジションにしがみつこうという構造になっちゃうんですよね。でも、ボランティアでやってると、もうめんどくせえんだったらやめるわとか、知ったこっちゃねえやっていうのができるんですけど、やっぱ1000万円もらっちゃうと、政治家になっちゃうんですよ。なので、それが良くないよねっていう形になるんですけど、ただ、河村さんっていうのは、そういう仕組みをやめた方がいいよねって言ってる人なんですけど、なので、で、じゃあその、僕は多分ね、河村さんイコール日本保守党になるんじゃないかと思ってるんですよ。で、まあ、なぜかというと、国政政党というのは、国会議員がコントロールするんですよ。要するにその、じゃあ、NHK 党というのを立花さんが作りました。でも、立花さんっていうのは、その結局コントロールできなくて、なんか大津さんと揉めてるじゃないですか。っていう感じで、その党首を当てはめてしまうと、その党首のコントロールに政党となりますと。で、ただ、国会議員が、じゃあ俺別の党を作るわってなると、河村さんっていう日本保守党の、衆議院議員から出た国会議員の人で、名古屋市長だった厳正日本の人がいるんですけど、なので日本保守党で何かあった時に、じゃあ俺自分で国政政党を作るわっていうと、河村さんと厳正日本の人を連れて、別の党を作れちゃうんですよ。で、そうすると、その党で、政党、補助金とかもらえたりするっていうのがあったりするので、なので、実は河村さんがコントロールの権限を実質持っていると。ただ、まあ、揉めたくないから揉めないよって言ってるんですけど。なので、多分、実質的にはもう、日本保守党というのは河村さんの政党になるっていう方向なんじゃないかなと思うんですよね。で、僕が聞いてた限りは、やっぱり河村さん結構真っ当なので、要はその、要は自分の給料を下げてでも、その市民に対する減税をすべきであるっていう、覚悟と行動でちゃんと実績を作った人なので、今更それをねじ曲げて、金取るってやるメリットがないんですよ。要するにその、毎年2200万円もらえるのを年収800万円で我慢してたって人で、で、そこの退職金っていうのも、4年に1回もらえるんですけど、それ捨てましたっていうのがあって、なので、河村さんって4億6千万円ぐらいもらえる権利を捨ててるんですよ。で、そんなおっさんが、こっからなんか国会議員になって、1億2億もらって、考え変えるかっていうと変えないんですよ。で、76歳で、あと、なんか10年ぐらいで死ぬから、そうすると多分本当に自分がやりたいこと、やるべきことというのをやって死んでいく人だと思うんですよね。なので、河村さんは割ときちんとやってくれるんじゃないかなっていう意味で、全然僕、その河村さんよく知らなかったので、ああいうタイプの人だって知らなかったので、なので、あ、すげえと思って僕の中で結構評価が上がったんで、座り位置違うんですよ。僕自分でもあんまりね、自分の行動というのを意識してないんですけど、リハックでこう、流れてるのを見ると、最初ね、僕正面向いて喋ってるんですよ。そのうちね、足がね、もう横向いて喋ってるんですよ。すげえ河村さん見ながら喋ってて、僕は人見知りなんで基本的に人の顔を見ながら喋んないんですけど、多分河村さんおもろっていう状態になって、河村さんをね、観察しながら喋るっていうモードに変わってるんですよね。っていうところでね、割とおもろい人だなと思って。で、シャレが効くんですよね。だ年寄りって、後期高齢者って言うと大体怒るんですけど、河村さん後期高齢者って言っても、さらっと笑いで流してくれるとかで、やっぱね、話にユーモアを入れられるという余裕のある人っていうのは、僕は個人的には好きですね。もちろん全然真面目でユーモアもありませんっていう人でも、まあ、社会にとって必要な人もいると思うんですよ。小西博之さんとかね。でもやっぱりその、話しててユーモアがある人の方が、やっぱ人を巻き込む力というのは強いので、そういう人の方が伸びるんじゃないかなと思うんですけども、はい。ご覧いただいたように、ひろゆきさんはおっしゃっていますが、私はこう思います。以上、踊るひろゆきでした。